かぐやは北半球の西の縁を南下していきます。直径 125km のクセノファネスクレーターを通過するとレプソルトクレーターが見えてきます。レプソルトの内部には細い溝がたくさんあり、レプソルト谷と名付けられています。この谷は溶岩が冷えて固まるときに地表が裂けたもので、全長は 166km あり、レプソルトの内部にあるクレーターも横切っています。左には嵐の対応が開けています。かぐやは嵐の対応の西の縁をさらに南下していきます。